こんにちは、フロと申します。今回はボーリングの仕方についてお話ししていきます。ちなみにボーリングの練習をするときは指板と駒の真ん中でまっすぐ引くようにしてみてください。今回は基礎編なので全球の引き方についてお話ししていきます。まず肘からまっすぐ引っ張っていき、肘から先を伸ばします。戻すときは肘から先を戻して肘から元に戻してあげます。これを連続して行うと、まずは肘から持っていき、肘から先を伸ばして戻します。そして肘から戻してあげます。この時にアップで肘が上がったままにしないように注意しましょう。あと注意するポイントですが、一つ目は弓の毛がすべてしっかりついていることです。弓が前や後ろに倒れてしまわないようまっすぐ立ててあげます。二つ目は弓をまっすぐ引いてあげることです。この時に弓の場所がずれないようにして、なるべく駒と指板の真ん中で引きます。弓も動画のように自分側に寄らないようにしてあげながら引きます。これらを意識しながらまっすぐ引くようにしてみてください。ぜひ鏡のある方は鏡を見ながらまっすぐ引く練習をしてみてください。ちなみにまっすぐ引けると音がかすれづらくなる、音がしっかり鳴るなどの利点があります。ぜひ1日5分ゲーセンかデーセンのボーイングを続けてみてください。ここからはボーイングをするときのポイントを紹介します。まずボーイングをするときのポイントは、1. 弓を寝かさない、2. 弓をまっすぐ引く、3. 肘を上げない、4. 親指に力を入れない、この4つになります。1と2は前半で説明しているので軽く補足をしたいと思います。弓を寝かさずにまっすぐ引けることで音が裏返らない、しっかりした音が出せるようになります。逆に弓が寝てしまったりまっすぐ引けないとしっかりした音が出しづらくなる原因になります。ボーイングの中でも非常に大切な基礎なので日々意識するようにしましょう。続いて3の肘を上げないですが、ボーイング練習中は極力肘を上げないように意識しましょう。肘が上がってしまうと自然と肩も上がってしまうため力が入ってしまう原因になります。特にアップで引くときは肘の位置を引き始めの位置に戻すよう意識してあげましょう。次に4の親指に力を入れないですが、これは右手の脱力の妨げになってしまいます。どうしても親指に力が入ってしまう場合は親指なしでボーリングを練習してみてください。慣れてきてから親指を添えてあげれば右手がかなり楽になります。最後にちょっとしたエクササイズを紹介したいと思います。駒近くで弓を素早くまっすぐ動かすだけの練習です。ぜひやってみてください。